こんにちは、チャオカーネです。いよいよ、関東チャオ会あと1週間後に迫りました。あっという間でしたね。もう5月に、受付を始めて、あっという間にもうこの日が来ようとしております。で、一応ですね、もう一回おさらいということで、お伝えしておきます。当日ですね、10月7日茶を会自体は、午前の11時から、お昼の2時まで14時までの、3時間となります。ただ、ドッグランは、貸し切りとなってますので、朝の9時半から、夕方の、4時半ぐらいまでは、自由に使ってくださいということになってますので、ゆっくりされる方はゆっくりされていただけたらと思います。で、まずですね、参加者の皆様は、まずはお店のレジの方で受付をお願いします。で、その時にドッグランの使用料とか、ランチを注文されている方はランチの代金も、先にお支払いしていただきます。そして、ドッグランのその時に、ドッグランの、なんかなチケットかな、と、ランチの注文されているランチのチケットを渡されますので、それを持って、ドッグランの方にお願いします。そして、ドッグランの方でも、もう一度、うちの方の受付をお願いします。一応出席を確認したいのと、その時に、名前札、今回ワンちゃん用の名前札、これ1頭ずつ作ってるんですね。ワンちゃん用の名前札と、飼い主さんの用の名前札を作ってますので、分かりやすいようにそれを、お渡しいたします。で、それで、ドグランの方自由にしていただけたらなと思います。それと、先日動画にもあげましたけど、駐車場も、茶を会専用のスペースを確保していただいてます。で、そちらの方に、先日作りました看板を持って、誰かが、まだ誰が立つか分かりませんまだ頼んでないので、はい、誰かに、お願いしてちょっと駐車場の誘導をしていただこうと思ってますので、そちらの方に、駐車をお願いいたします。それと、茶を会は、茶を会自体はそんなもんなんですけど、その前後ですね、僕のスケジュールとしては、5日夕方に、こっち佐賀県を出発します。で、翌日6日の10時ですね、6日の午前10時に、大阪の宝塚北サービスエリア上りに立ち寄ります。で、お近くの方でご都合が合う方がいらっしゃれば、ふらっと遊びに来ていただけたらなと思っております。いろんな方と、会いたいなと思ってますので、お時間があれば遊びに来てください。僕はドッグランの方にほとんどいると思いますので、よろしくお願いします。それと帰りですね、僕は今度は茶を会が終わって7日の夕方静岡をもう立ちます。そして広島に次の日の8日、広島の小谷サービスエリア、今度は下りですねに、午前10時立ち寄ります。ここもドッグランがありますので、ドッグランの方に僕はいると思います。ぜひここもね、広島近辺の方たちで、ご都合が合う方がいらっしゃれば遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。土地勘がね、全くそっちの方が僕はないもんですから、ちょうど秋の行楽シーズンで3連休ということもあり、渋滞もかなり予想されるのかなって思うけど、どのぐらいの渋滞なのかっていうのがわからないので、僕はできるだけ夜中のうちに移動したいと思ってます。で、近くまで行って、もしくはもう一気に行けたら一気に宝塚なり、広島なり行って、仮眠しときますので、見かけたら起こしてください。それと、
この関東茶を会期間中6、7、8日この3日間は、茶を会姉のインスタグラムの方にいろいろ写真を上げたいと思ってます。実はもうインスタグラムもうやめちゃってたんですけど、せっかくなんでね、途中道中のことや、皆さんと出会えたこととかいろいろワンちゃんのこととか、写真をバンバン上げていきたいと思いますので、インスタグラム、この動画の下の説明欄にリンクを貼ってますので、よかったら覗いてみてください。いろんな面白い写真なんかをね、上げたいと思います。3日間限定になります。あとね、茶おばさんは来るんですかとか、茶おばさんが登場したらウケるとか、そういうコメントもちらほらいただいてるんですけど、茶おばさんは今回はお留守番です。茶おじさんが行きます。ただ、ちょっと考えてることはあるので、お楽しみにされてください。かぶり物は今回しません。茶おばさんも行きません。ただ、まあ楽しみにされてていた、ね、楽しみにしていただければと思いますので、どんな茶おじさんが行くのかお楽しみに。はい、ということで、いよいよ1週間後に迫りました関東茶お会 in 静岡。今ねココアはいない若だけですけど、若も連れて行きますので、若にも会えてね、ぜひ遊んであげてください。で、たくさんの方ご参加いただいてます。もう約100名ですかね、もう最後らへんちょっと数えてないんで適当になってるんですけど、だいたい100名ぐらい、ワンちゃんが80頭ほどになっております。ほぼほぼ陽気です。はい、秋のね富士山のふもとで、皆さんと楽しい思い出ができたらなと思ってますので、皆さん楽しみましょう。ではでは、バイバイ。僕も行くよ。よいしょ。